今、新たなる冒険の幕が上がる。龍が太陽を喰らう日、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。要はもう二度と戦争なんかするなってことなんじゃないのか。どういうことだ。一体この世界で何が起こってるっていうの。新たな冒険に立ち向かうのは豪華声優陣が演じる個性豊かなキャラクターたち。よし、俺もじわじわたぎってきたぜ。ちょっと、相変わらず落ち着きがないんだから。正義は我にあり、俺が引導を出してやる。ずいぶんでかいもの振り回してるじゃないのさ。僕ハミロン、今だ。訓練の成果を見せるのだ。このマーリベル様がいるんだから、もう勝ったとしても全員。おいら張り切って戦うぞ。俺はハッサン、おめえら強えな。それなりにできるようだな。だが次は私はトルネコ、大の冒険好きでして。ミレア、あんた結構やるじゃないの。そういう姉さんこそ占いに出た通りだわ。ぼーっとしてる時間はないわよ。ぶっ飛ばしてやりましょう。はい、姫様、お怪我はありませんか。スケルト、美しきレディーたちを守るのは当然のことさ。みんな下がって下がって。では旅立つがよい。争いの目を摘むためにな。冒険の舞台は大きく3つ。フィールド、バトルステージ、そして街。まずはフィールド。7つの王国の特色ある風景、草原、雪原、砂漠など、変化に富んだ広大なフィールドを駆け巡れ。フィールドでは様々なクエストも発生する。頼まれごと、人助け、アイテム探し、クエストをクリアしてまだ見ぬ世界への扉を開け。フィールドの先には凶暴なモンスターあふれるバトルステージが広がる。ダンジョン攻略、拠点の防衛、モンスターの討伐など、さまざまなミッションが待ち受けている。強敵を撃破して世界を覆う謎に迫れ。モンスターを倒すと手に入るモンスターコイン。モンスターを召喚しバトルに参加させるだけではなく、自らがモンスターに変身して戦うこともできる。バトルの後は町へ戻って次の冒険の準備。よくぞいらした。主人公の2人はダーマの転職所で転職が可能。天に増しますダーマの神よ。職業ごとに異なる武器を使いこなし、新たな能力を身につけろ。メラドーマ、こんにちは。町にある数々の施設はあなたの冒険を強力にサポート。さらに
オンラインにつなぐことで騎士の垣根を越えて最大4人までのマルチプレイも可能に。定型文で簡単にコミュニケーション、協力してバトルステージを進めたり、時空の迷宮を探索したり、世界中の仲間たちといざ冒険の旅へ。たとえ予言で決められていたことでも、私たち従うわけにはいかないわ。予言なんか覆してやるさ。よし、行くぞ。発売。初回購入特典ドラゴンクエスト1勇者コスチュームがもらえる。さらに発売後には追加クエストや追加キャラクターを無料で配信。発売後のアップデートではマルチプレイに対戦モードが追加決定。さらなる戦いに奮い立て。